松本人志、変更報道に抗議ダウンタウンの松本人志さんが深夜に X を更新、前日に放送された、情報ライブミヤネ屋の内容について抗議の文書を投稿しました。抗議文は松本さんの代理人弁護士を務める八重洲総合法律事務所が、読売テレビに対し申し入れたもので、11日に放送された番組内で、不適切な変更報道及び事実に反する内容の報道があった、と指摘。また、同日の報道内容のみならず、今日に至るまでの情報ライブミヤネ屋における報道内容が、 松本氏の名誉権の侵害を助長する内容であることに疑いを差し挟む余地はなく、帰局に対しよく抗議を申し入れます、と主張しました。続けて詳細を述べ、松本さんの加害疑惑を取り上げた放送で、コメンテーターの大田は文江氏が、被害を証言する A 子さん側に明らかに課題でしていたと指摘。大田は氏が、松本さんと係争中の文芸春秋社で記事を執筆していることなどを根拠に、公平性を欠いた編成であると断ずる他ございません、と論じました。 文書の最後には、これまでの放送内容を踏まえて BPO に対して人権侵害を申し立てる準備を進めている旨が記され、今後の変更報道に向けた強い牽制が向けられました。17日ぶりとなる松本さんの投稿に SNS では、まっちゃん頑張れ、復帰を待っています、などファンからの応援が寄せられた一方、変更報道には反対だが、正直、松本さんは小心者だね、裁判がどう決着しても後味悪くなりそう、再退者として後ろめたいことをやってたのは事実なんだから潔く謝ればいいのに、などの批判も多く見られています。